戦争録を書き終え、特攻出撃直前のうがき。手にした担当は、昭和天皇が山本五十六に賜ったもので、山本からうがきに伝えられたものである。戦争録は、うがきまといが記した人中日誌。副題は、応答は戦争引き。日本海軍作戦の第一級指的資料、戦争文学とも見られる。本書の名称は、 戦のくずかご、稲戦争録と、命名と橋書きにあり、宇垣本人によるもの。1941年10月16日から1945年8月15日の、島で宇垣により続けられた、陣中録。海軍工事件で負傷した時期も、宇垣の工術筆記で部下によって、書き続けられた。宇垣は、軍の要職を歴任した人物であるため、 第一級史的資料として見られる。彼の人生哲学、諸生観、思考なども読める。哲仮面と、あだなされ、気度哀楽を表さない、冷血感と見られた宇垣が,が防災を思いやるなど、意外なほど、家庭的な一面を持っていたことなども読み取れるという。戦後、宇垣の志士博光が、横井と行 小川わ漢字に移植し前編が1952年に日本出版協同から刊行され、翌年後編が刊行された。横井は、宇垣の第五航空艦隊司令長官時代の参謀長、小川は、広光の学府である。後に刊行当時行方不明となっていた開戦前50日間の密誌が宇垣家に届けられ、 街頭部分を増幅した形で1968年元書房から明治百年史総書第50巻として刊行された。宇垣は本書を敵手に任すべからずとしていたが、戦後 GHQ 戦士室長査員を務めたゴードン・プランゲがその価値を認めて外国語出版権を取得し、米国でもピッツバーグ大学出版局からザ・ダイアリー・オブ・アドミラルまとめ宇垣と題して、 観光された。うがきは1938年12月から1941年2月まで、軍令部第一部長の地位にあった。この間品事変は、膠着状態を脱却できず、日独意三国同盟締結、通院進中などが行われ日米関係は悪化の一途をたどる。宇垣は三国同盟に反対であったが、最終的には賛成したこと。 島事変を解決することができなかったこと、また仏印心中についても、自責の念を持っていた。宇垣は日米戦わずとの大方針にもかかわらず、日米戦争が現実のものとなってきた状況に、現職の連合艦隊参謀長である身を思い、公務上のことも、個人的のことも、一切構えはず。 その日その日に任せて書き続けることは将来何がしかのために必要と考えるとして執筆を開始した。プランゲは交換されることを想定して書かれたものであるとみている。ブランゲによる対戦関係者への聴取、資料収集に協力した千葉や正隆によれば、 本書の序編にあたる部分を千早が英訳した際は1941年10月22日に、宇垣が第一航空艦隊の人事につき山本56に、名雲長官と、草加三望長を更鉄し、長官公認に、小沢寺三郎を用いるよう進言し、山本から同意を得たという記述があったとしている。しかし刊行された、戦争録に、該当部分はなく、千早は、 何者かによって抹消された可能性を指摘している。また、第六巻も戦後に、連合艦隊専任参謀であった、黒島亀戸が、東京裁判の承認として利用するとして借り受けも、紛失する。藤忍によれば、黒島が承認として、東京裁判に出廷したことはないという。第六巻の範囲は1943年1月1日から4月2日。 ガダルカナル島撤収作戦、東部ニューギニアの雷造園作戦、4月に予定された航空大構成の準備について記載があったであろうと考えられている。千葉や正隆はうがきが、大きな作戦後は、初見と反省の記載を常としたため、ガダルカナル島作戦における反省もあったとみている。本書の原本は15冊からなり、各冊は次の期間を対象としている。 序編第3次、この絵内閣の大陣から、新珠湾攻撃直前まで10月16日同12月6日、その1新珠湾攻撃前日から年末まで、その2正月から3五回海戦まで1月1日。同5月16日その3ミッドウェイ海戦から第2次、ソロモン海戦まで、その4米軍マキン島上陸から、南太平洋海戦まで、 その後第三次ソロモン海戦から安田義達の、決別殿まで、その六紛失一月一日同士月二日その七海軍港事件での負傷、療養期間その八療養期間二月二十一日その9第一戦隊司令官就任から、リ輪画白地出撃まで、その十マリアナ沖海戦その十一レーテ沖海戦、その十二第一戦隊司令官退任から保養まで二月九日。 その13代後航空艦隊司令長官親保から菊水作戦まで、その14大多実の戦死から特攻出撃直前まで1945年4月26日は妻の5年祭であった。宇垣は前年の命日には自宅での祭祀を行わせず、翌年、心より5年祭を営むつもりであったが、同20年1月に兄の状況を機会に、 内輪で五年祭を行った。同年の命日に戦地にあった宇垣は、野ば一氏をもって妻を弔った。ありがとうございます。